はい、こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと活動的になったね、このコロナ明けの、旅行を託される計画を立てる方がね、ワクワク楽しみにしている方が多いと思うんですね。で、元あるバッグはもう買えれないわけなんですけど、そしてこれとポーチ、これを使ってですね、安全性を高めて旅行用にふさわしい感じで使えるようにするアレンジ、これをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。こんな感じでね、バッグ左側です。で、これ内側です。これごめんなさいね、内側なんですけど、ポケットがついていると思ってもらったらいいです。大きなトートバッグに。で、右側はポーチなんですけどっていう考え方でお願いします。それでポケットと本体とポーチっていうことで、この3つをね、あるもので関連付けていきます。はい、それがね、タブになりますね。まあ、場所によってはね、取り付けやすかったり取り付けにくいのかもしれないので、可能な場所っていうことには限られるんですけれども、可能であればね、ちょっとこの策はなかなか有効なのではないかなと思いました。で、邪魔にもならないわけですね。で、ここにね、3箇所タブがあるんですけど、ちょっと分かりやすく赤で表示します。こんな風に赤でやってみました。ポーチにね、一番右のポーチのところにタブをつけていきます。で、これが後付けの場合、中に挟み込めないから、上手にちょっと外側につけるやり方が可能なポーチっていうことにはなるんですけれども、ちょっとそこはね、具体的にはっていうところさておいてですね、ちょっと今回はアイデアっていうことにね、させていただこうと思うんですね。それでね、タブのつける箇所っていうのが、結局ポーチと、バッグを離れ離れにならないようにすることで、ポーチがですね、細かいものだから、これを取られたりとかね、なくなっちゃって落としたりとか、そういうことがしにくくするためのものです。ヒントは、ハイブランドさんのトートバッグみたいなバッグがあるんですけど、そこにね、ロープのようにとも布で中に入っているポーチ、簡単な作りではあるんですけど、やっぱりハイブランドさんなので、しっかりとは作られているんですね。で、そのポーチがつながれているので、絶対に取れないんですよね。で、そこをすごく鍵とかなんかを入れて利用させていただいている中で、ものすごく便利だなと思ったこともありまして、で、このアイデアをリフォームとしてね、少し自分の使いの、自分の旅行のバッグなんかに生かしていけたらなっていうののご紹介を、私がちょっと自分での中でちょっと解釈してですね、それをご紹介するにあたったわけですけれども、で、ポーチのとこにもタブをつける。そして、このバッグの中はどっちでもいいんですけど、ポケットの入り口が、ポケットのところが入り口より近かったら、それはポケットから溢れ出る危険性がよりあるというわけで、だからこそタブがつけやすいかもしれないんですよ。そこの方にポケットがついてると、タブつけにくいんですよ、ひっくり返したとしてもですね。なので、上についてる場合に有効かなっていうことで、ポケットの入り口のところにちょっとタブを設置すると、輪になってますからね、ここに後々紐を通していくっていう発想なんですよ。で、もしくはそういうポケットの状態ではなかったなら、サイドのところの縫い代みたいなところ、縫い代はちょっと比較的取り付けやすいので、ピロピロになってる場合はね、で、そういうのがなってなくて裏地が設置してある場合には、またちょっと工夫がいるんですけど、わざわざほどいたりもしなくてもできる可能性もあるので、ちょっとここごめんなさいね、曖昧にしちゃってるんですけど、何らかの形でサイドのところにこういうタブがつけれるかどうかっていう、実際にちょっとつけるような、そういう場面を出来上がった状態でもつけれる場面とか、そういうのはまた別の動画でご紹介したいと思うので、今回ごめんなさいね、アイディアだけっていうのの、ご提案になるのでね、図解だけになりますけどね、また実際にやって、具体的にね、これとの、この動画との関連ということでね、持っていきたいと思いますね。で、そうすると互いにポーチとバッグに両方ともにタブがついているっていうのが一応ポイントになります。そうするとポーチとあとはバッグをタブ同士でつないでいくだけなので、そうするとタブの穴にくぐらせるっていうのは紐がいいですよね。で、なんなら紐もちょっとおしゃれにしたいから、ちょっとレースのような感じにするとか、あとは自分で共布で作っていくとか、なんかそんな感じをして、とにかくロープ状の何かつながりができれば、あとはそこくぐらせて、で、取れないようにして
ね、固定するという感じだから、距離が離れていても必ずこの紐をたどっていけばバッグのどこかで見つかるっていうこともあるし、もしくはさっき言ってたその入り口のポケットが浅い位置にあるから心配の場合にポケットの中に入れて、でも紐でつながってるんだよってことであれば、ポケットから万が一ちょっと飛び出す感じになりそうな危ない感じでも飛び出しちゃったりしなくなっちゃったりは落としたりはしないということになりますよね。その安心感ってだいぶ違うと思うんですよね。なので旅行とかそういうちょっと遠くに行ってまで落とし物をしてくるっていう、ちょっと私もあるんですけれども、時計を落としてしまったことがあって、遠方の方でですね。でもそんな見つかりっこなかったんで、でそういうことを考えるとね、こういう対策っていうのは結構旅行では意味があるかなと思いますし、せっかくの旅行のいいなんかね、メモリーというかね、そういうのがこういうなくし物をした時の苦い感じになっちゃうよりは、ね、そういうことが起こらない対策をしておけば楽しい思い出になると思いますのでね、そういう感じのなんかちょっとね、提案としてですね、こういうアレンジをしておく、前もってなんかそんなバッグとかポーチの使い方があってもいいのかなというふうに思いました。これで終わりたいと思います。ありがとうございました。